ライアン・アラン・グリフィスは、オーストラリア・シドニー出身のサッカー選手。元オーストラリア代表。ランブトン、ジャファス FC 所属。ポジションは FW。1999年、NSL のノーザン・スピリット FC でキャリアを始めた。ニューサウスウェールズ州リーグのマンディ・ユナイテッド FC を、経て、2002年に、同リーグの入スするユナイテッド・ジェッツ FC に加入。ここで、 双子の兄、ジョエル・グリフィス、アダム・グリフィスの二人と共に、NSL が解体される2003から04、シーズンまでプレーした。その後は、他の多くのオーストラリア人選手たちと同様に、国外に渡り、ルーマニアのナショナルブカレストと契約を結んだ。一年目はわずか8試合にとどまったが、二年目は、先発の座をつかみ取りレギュラーとして27試合7ゴールを記録。また、 同2005から06シーズンは、カップ戦決勝まで駒を進め、先発出場し、ピッチに立つもラピドブカレストに0の1で敗れ、優勝を逃した。2006年夏に、同じブカレストを拠点とするライバルのラピドへ移籍を、するも、2007年に常年足玉クラブに貸し出された。3月18日の甲州浮力属級クラブ戦で32分に、 遺跡後初ゴールを決め1から0の勝利に貢献すると、その後も顕著なパフォーマンスを披露したが、心臓の問題から一時戦列離脱し、治療のためオーストラリアに帰国することを余儀なくされた。治療後は中国に復帰し、2008年のシーズン終了に伴い両年足玉クラブを去り、北京国安属級クラブに加入した。北京国安では双子の兄ジョイルと再会し、 共に主力としてリーグ初優勝に貢献した。シーズン終了後の2009年6月8日、オーストラリアのゴールドコーストユナイテッド FC に移籍することが発表されたが、最終的に北京国安に残留することになった。2010年11月18日、2011年1月から1年半までの契約でフルス入荷するジェッツに加入。 2011から12シーズン開幕戦のメルボルンハート FC 戦で2ゴールを決め、3から2の勝利に貢献した。2012年2月27日、国内外の様々なクラブから関心を寄せられたが、入ッするジェッツと2年契約延長した。U-23 代表として、アテネオリンピックに出場。準々決勝のイラクに0の1で敗れた試合を含み、3試合に、 途中出場でピッチに立った。2006年にグラハム・アーノルド監督の下でオーストラリア代表に初招集され9月6日の AFC アジアカップ2007クウェート戦で30分にアーマド・イルリッチに代わり出場しデビューを果たした。ジョエル・アダムと共にプロサッカー選手でオーストラリア代表の双子の兄を持つ。また偶然にも同じ8月21日に生まれている。 ありがとうございます。